ゴールド TV 第3部は原油について、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんに解はい、説をよろししてくお願いします。はい。もらいます。よろしくお願いいたします。はい、どうじゃあも。原油も価格からお願いします。原油価格が下がってますね。日本の原油価格は8はい。万1000円が、9月28日で、12月が6万4000円まで3万円近く、3万円弱下がっておりますね。ということでございまして、ニューヨークの原油価格も70ドルを割れちゃったんですが、ちょっと上がって、70ドルが抵抗線があるみたいですね。この辺に抵抗線があって、67が12月13日につけた安値でございます。過去形でも63ドルとか64ドルまで突っ込んだ時ありますが、ほんの一瞬ですぐ跳ね返ってますね。ですから今は安値の底の近いところじゃないかと思われます。じゃあ続きまして、カナダのトランスマウンテンパイプラインの拡張工事、来年早々にも稼働かって、このカナダのトランスマウンテンパイプラインって何です右側の方に行く。地図で見ますと、か？この辺で、アルバータ州ところで、カナダの左の上の方で、タールサンド、なんていうか、コールタールみたいな、土っていうかね、サンドがありまして、それを絞って重質油が出てきて、こっちの方に持ってきて、ここからいろんなパイプラインに持ってくる。で、ここのパイプラインがトランス、ここに、や、うーっと、なんだ、いや、えっと、なんだっけ、アパラチアじゃなくてテネシーじゃん。何山脈だっけ。アメリカの左側に山脈がありますよね。その山脈を越えたトランスマウンティンパイプラインということで、この辺が山脈である。ということで、右の方に、下へ行くパイプラインもあるんですけども、これ、今言ってるのは右の方に出た、パイプラインが、ですから、カナダ国内で使うみたいなものですかね。ということで、出来上がりつつあります。という話が書いてありましたと。ロッキー山脈？ロッキー山脈、そう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 。ロッ私キーも山ずっと脈。もやもやしてた。そうそう。なるほど。ということでございまして、その工事がもうもほぼ完了です。う完い了うこしとているで、ということはなんい。ですね。開通しますよ。で、当然、カナダの原油ってのはさっき言いました、タールサンドでございまして、重質油なんで、トロトロのコールタルみたいなやつ、そいつを、メキシコ湾にはあるんですけど、日本はあんまりないんですよね。軽質油は、排出する装置はありますけれども、重質油は特別な装置がまた一個余分に必要でございまして、そういったところに輸送するパイプラインで、西海岸の方ですね。アメリカの西海岸の海底に輸送するパイプライン。どこから西海岸の方へ回ってくるんでしょうね。真ん中まで持ってって、それから、下の方へ行って、左の方へ行くというような感じだと思います。直接行くパイプラインもありますけれどもね。これは前からあるのかな。前からあって、すでに、直接左の方へ降りてるのもありますけれども、でございます。ということで、重質油なんで、あんまりそのたくさん作っても、まあ、それを排出できる装置を持ってるところへ持っていかないといけません。東海岸にあんまりないと思いますね、ニューヨークの方にはですね。多分だからメキシコ湾まで持ち込まないといけないということになると思います。ですから、ということで。これはカナダの原油、コンデンセートっていうのは原油の一種の話でございますね。伸びていくよという、伸びてきたよということでございます。これがカナダ、アルバータ州は茶色のところで、左の上にアルバータ州ってのは、アメリカの国境を接してたかな。そこのところの左の上にありますので、そこのシアトルの上の方にありまして、そこから作った原油は茶色いところで、その他のカナダは青い部分でございます。82%を占めて、アルバータ州1州で82%を占めております。ということでございます。
まあ、こういったことを知ったことによって別に原因かがわかるわけではないんですが、教養として、世界の原油の市場について勉強するということも間接的に、世界の動きを、原油でも何でもそうなんですけど、商品の動きを知ってないと、どっかで何か起こった時にとっさに判断ができません。例えば洪水が来たって時ですね。洪水、南部に、アメリカの南部に洪水が来た時に、私は、台風が来て、冠水しましたというのが出たときに、パッと気がつかなくちゃいけなかったのは、コーヒーの樽が水浸しになるってことだったんですね。それに気がつきませんで、ニューオリンズに保管してあったコーヒー豆が、使い物にならない、海水がどっぷり使っちゃって、もう全然コーヒーとしては売れなくなっちゃったということで、コーヒー価格が急騰しました。それを知ってればコーヒー、台風が来た瞬間にコーヒーを買ってるという対応ができたんですけど、まあ商品っていうのはそういったまさかの事態にどういうものがあるかってことを日頃からこういう知識を持って、どこが止まるとどうなるかってことを考えとかないといけないってことですね。ということで、まあこういった教養も必要であるということでございます。カナダの実質は大幅なディスカウントになってますよと。これが、カナダの価格が、2023年は茶色いところですね。こういうふうに下がってますねと。毎年年末に下がりますね。カナダの市場の WCS っていうのはカナダの市場ですけれども、そこの WTI と同じような意味なんですけれども、下がりに下がってますよということでございます。まあ、原因を、取引している人は、こういったことも知っておくといいでしょうということでございますね。原油のアメリカから、アメリカのカナダからの原油の輸入量はかなり多くなって、天井に近いところで横ばいになってますよと。22年まではずっと増えてきて、生産、ちょっとだから頭打ちになってますね。というところが、カナダの原油の、もうこれ以上作っても売れなくなっちゃうというところがあります。まあ、精製設備のキャパがございますから、キャパ以上に原油が、重質が来ても、どっかちょっと増しておかないといけないんで売れなくなっちゃう。パイプラインも詰まっちゃって止まってしまうということですね。ということでございまして、まあ、WCS って言うんですかね。WTI と同じ意味で、WCS っていうカナダの原油の、銘柄は、ちょっと、貯蔵庫が少なくなっちゃったんで、少し値段が頭打ちになってますってことは、下の方で書いてあります。輸出が減ってますと。ですね。またもうちょっと書いてありますけれども、パイプライン建設の反対運動は、まあ、環境保護団体ですね。こういった人たちがどっかで、まあ、州知事なんかに、陳情するという、それを、生業としている人たちがいますから、そういった環境団体の反対にはありますね、ということでございます。ブリティスコロン、したプロジェクト現在。まあ、ブリティッシュコロンビア州、これは真ん中辺でしたかね、ブリティッシュコロンビア州の近郊で、これは、パイプラインの問題、湿地帯でプロジェクトで、湿地帯でパイプラインを通すのはダメだというふうに言ったってことがあったってことですね。というようなことが書いてありまして、まあ、パイプラインはそろそろ開始できますよ、ということでございます。ここで日産証券からのお知らせです。日産証券では株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるよう
サービス環境を整備しております。特に商品先物取引では対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。はい、今日の話題、はい、OPEC の月報というのは毎月15日前後、今回は14日に出てますけれども、OPEC の月報を 来週ぐらいまで翻訳してもいいんですけれども、そこに書いてある内容が先に Yahoo に載っておりました。うん、それによりますと、OPEC プラスは11月30日、減産に関して発表しましたと。まあ、減産するよとは言ってるんですよね。で、市場は本当にするの？というふうに懐疑的に見ています。ロシアなんかはもう減産なんかできないんじゃないの？と、市場は見ておりまして、サウジアラビアについても結構もう今の70ドル台の価格ですと、国家の予算が組めなくなっちゃうぐらいになってますから、やっぱり増産しないと、たくさん安い値段だとたくさん売らないと、資金が賄えないという状況になってますから、減産するよという言葉は分かるんですけれども、実際にはしないだろうという市場は見ておりますということですね。で、月報では非常に不安定な先物の中で原油先物価格は大幅な売りに見舞われ、一時し下落となった。市場の動きは石油上伸びを、めぐる、石油の需要が増えるよというふうにみんなが言ったということで、価格が下がって、実際にはそんなに架空の需要じゃないの、そんなに増えることないんじゃないのというふうに、まあ、コロナが終わって、ある程度は増えてますけど、なぜか若干伸びがあんまり、元にピンと戻るというよりは、ずるずると戻ってる状況ですから、そういったことを、伸びを、あまり伸びないというふうに見てるけれども、伸びるんじゃないの？これは安くなっちゃうの逆か。とにかく、需要についての伸びについての見解が異なるということが書いてあります。実態とはちょっと違うっていうことなんですか？僕は毎週は。そうですね。そんなに増えてないです。若干じわじわとアメリカの場合ですけど、バブル州法では、需要は若干じわじわとは伸びてますが、今年の場合は夏場のガソリン需要ってのはなかったんですよね。普通は夏に8月から9月にかけて大きく伸びるんですけれども、原油じゃなくてガソリン価格はアメリカは非常に下がってまして、もう6週間、8週間ぐらい連続で下がってまして、日本とは比べ物にならないくらい、ガソリン価格は下がってまして、日本の場合は、石油精製会社が、ガソリン価格を決めて、販売店に通告するという形で、決まってますんですが、アメリカの場合は需要と供給によってガソリンスタンドが値段を決めるというふうになってまして、需要が、ガソリン価格が安くなっているということは需要が増えてるんじゃないかと思われますが、需要があんまり増えてないってことですね。ガソリン価格がそんなにどんどん下がってるってことは、需要は意外と増えてないっていうのが、パンデミックが、新型コロナのパンデミックが終わったのにもかかわらず、需要の回復がピンと跳ね上がってはいないと、ずるずるとなってますよというのが実態じゃないかと思われます。だから、ずるずるとなっていることを市場は反映してるんだけど、OPEC の、レポートでは、本当はもっと需要はあるはずだよと言ってるのかな、いうようなことでございます。勝手に需要がないと決めるなというふうなことを言っとるんだと思います。はい。はい、わかりました。はい、以上で原因の話はおしまいになっちゃいます。はい。で、ゴールド TV 第1部の金、
第2部のプラチナ、第3部のゲインとお送りしておりますけれども、何か質問ですとか、それからね、のご意見、はい、ありましたら、ぜひ、YouTube コメント欄に、コメント欄に、私の話は難しいっていうのが書いてあったんですけど、やっぱり、確かに今日の金なんかは難しいですね。私は読んでもわからないぐらい、深い金融の用語が出てきますので、おそらく銀行家でも知らない用語がたくさんじゃないかと思いますけども、まあ、ワールドゴールドカウンシルとしてはそういうような、非常にプロフェッショナルな内容を出さないと、やってられないんでしょうね。同じことばっかり言わなくちゃいけませんから。ということで、金融、つまりアメリカの景気に、こうなったらこう、こうなったらこうっていう、非常に難しい前提条件で、今、また、また、物価が上がるという考える人はほとんどいないと思うんですけども、うん、初めて僕は聞いたんですけども、そういったことも含めて条件を設定して、そうなったらどうなるということを書いてます。だから非常に難しく聞こえるかもしれませんね。こういうことを言わない方がいいの。金は上がるよって言った方がいいんだったら、それは簡単に言えますけどね。やっぱり理由を言わないといけない。理由はまあ、だいたい決まったんですけども、何万回同じことを言ってもしょうがないんで、基本的な理由は3つほどあるんですけど、まあ、それはいつも言ってることですから、いろんな、なんていうかな、アリの動きを予測するわけですから、アリが今回右に行くか左に行くかを当てるわけですから、なかなか当たらないんですよ。だから、勝手に右に行くといえば、たまたま右に行くこともあると思いますけれども、理屈をこねないと、コメントにはならないんで、勝手に理屈をこねてるということでございます。何か問題がありましたらまた教えてください。はい、よろしくお願いします。他のご意見もございましたらぜひですね、はい、それから質問も、はい、募集しておりますので、はい、YouTube のコメント欄にお寄せください、はい、よろしくお願いします、それでは今日のゴールド TV ここで失礼させていただきます、はい、どうも、はい、ありがとうございました。